金子圭介、金子圭介、金子圭介、1985年7月23日台は、千葉県君津市出身の元プロ野球選手、内野手、宇藤良太。兄の影響で小学校3年生から野球を始めた。君津市立小糸中学校に進学し、君津リトルシニアに所属しながら、 総幅飛びの千葉県大会に出場し6メートル30の記録で6位に入賞した。私学館高等部へ入学した際に、新入生全員を対象に実施される体力テストで、同校史上初の全種目満点を記録した。同校の公式野球部では、1年夏から遊撃手としてレギュラーを獲得。2年の秋から4番に座ると、 投手不在のチーム事情から投手へ転向した3年時には、山下幸輝、横浜 DNA ベイスターズの兄、カズテルとバッテリーを組んでいた。首相、4番エースとして3年夏の県大会、準優勝。1回戦から決勝戦まで、全7試合で、マウンドに上がり、61イニングを投げ抜いた。また、準々決勝の八千代松陰高校戦では、後にソフトバンクで、 チームメイトになる大場翔太と投げ合った末に2対1でセリー勝った。2003年のプロ野球ドラフト会議で当時の福岡大英ホークスから6巡目指名を受けたことを機に入団。私学館高校の出身者では青山学院大学経由で広島東洋ガープへ入団した沢崎はセントラルリーグ新人王以来二人目のプロ野球選手になった。 最大の武器である瞬速、抜群のフィールディングを生かすため、プロ入り後すぐに、内野手、主に遊撃手に転向した。二軍で、ウエスタンリーグ63試合に出場したが打率。142と、結果が出なかった。二軍の遊撃手レギュラーだった、赤石武氏が二塁手となったが、聖章とは、新人の江川千秋に奪われた。二軍公式戦63試合に出場し、打率。 221と前年から改善した。6月15日に初めて一軍出場選手、登録され、同日対広島戦、広島市民球場に7番三塁手で即スタメン起用され、第1打席にショーン・ダグラスからセンター前タイムリーヒットを放ち、プロ入り初安打、初打点を記録した。その後3試合代打で起用されたが結果が残せず、6月25日に、 ダイソー起用されたのを最後に7月3日に抹消され、以降は2軍で過ごした。2軍では11投塁と初めて2桁に乗せ、打率236と預かながら改善。守備では遊撃手として72試合に出場し、規定試合数をクリアした。7月19日に松山坊ちゃんスタジアムで行われたフレッシュオールスターゲームに2番に類種で、 先発出場したがに三振で6回に代打を出されて交代した。2軍では打率を249まで上げ、リーグ3位体の13盗塁を記録した。同年は1軍へ昇格することができなかった。4月8日に1軍へ昇格し、4月9日の対オリックスバファローズ戦で2類手として初の先発出場をして小松清からプロ入り初の長打となる。 ライトオーバーにルイダーを放ったが、その1安打のみで調子が続かず4月26日にに、軍へ降格した。6月18日に最初をかした。7月2日に途中出場で初めて1塁の守備に、ついた。7月28日には途中出場ながら、初めてレイフトを守った。8月10日の対東北楽天ゴールデンイーグルス、1 2点ビハインド9回西12塁の場面で、 代打起用されマーカスグウィンからライト前タムリーを打ち、これが代打での初安打、初打点となった。8月18日には途中出場ながら初めてセンターを守った。8月21日の対埼玉西部ライオンズ戦で遊撃手として初の先発出場をし、岡本敦志からライト前にタイムリーダーを放った。9月9日に抹消され、10月1日に 最小格した。10月6日の大楽天戦で2番遊撃手として、先発出場し、5回に、浅井秀樹から先制の2点タイムリーダーを放ち、これが決勝だとなりチームは単独再開から5位タイへ、浮上した。先発出場は7試合で、途中出場は、大打9試合、大走8試合、守備8試合だった。10月4日には、ファーム、日本選手権に2番遊撃手として、 先発出場した。4月8日に1軍へ昇格し、主に3類の守備要員として起用された。6月6日に2軍へ降格し、7月7日に再昇格したが、ダイソー2試合のみの出場で7月22日に再び抹消され、そのまま2軍でシーズン終了を迎えた。先発出場は1試合にとどまり、途中出場は守備ダイソーが中心だった。また、 6打数ながら、無安打に終わった。2006年から2010年までのソフトバンク時代は、内野レギュラーに、川崎宗則、松田信弘、本田雄一などが定着した時期であり、一軍備えとしても、本間光つや森本学を押しのける結果を出せなった、ため、稀に、ダイソ守備固めとしての出場があるものの出場試合数は、多くはなかった。4月29日に、 金沢武人との交換トレードで荒金久夫と共にオリックスバファローズへ移籍した5月3日に一軍へ昇格し5月4日の対ソフトバンク戦で8回にショートの守備から移籍後発出場し9回に高橋徹から指揮を選び出塁した5月9日の対千葉ロッテマリーンズ戦で8回にダイソー起用された直後に秋親 里崎智也バッテリーから二塁へ投塁を決めて、これが、プロ入り初投塁となった。出場機会がなく5月14日に二軍へ降格した。大引刑事の離脱により7月2日に再昇格した。7月19日の大楽天戦で9番遊撃手として、遺跡後初の先発出場を果たし、5回2死の場面で、山村博樹からライト前安打で出塁したが、直後に、 島本博の早急により、プロ入り初の盗塁失敗を喫して、チェンジとなった。8月4日の対西部戦で1点ビハインド2回1、C1 類の場面で、平野将校から、ライト戦へ、同点のタイムリー3塁打を放ち、これが、プロ入り初の3塁打となった。6回にも、岡本敦氏から安打し、プロ入り初のマルチヒットとなった。8回には、同点にし類の場面で、 中島博之の放った高く弾む難しい打球を、ま一発で見事に裁くファインプレーで一気に竜を、引き寄せチームのさよなら勝利に貢献した。8月10日の対ソフトバンク戦で2回に、DJ ホールトンからライト前ヒットを打ち、直後には、ウエストボールを使った、田上秀則から投塁を成功せ、これが、古巣からの初安打、初投塁となった。最終的に、 自己最多の12試合の先発出場をし、打率も初めて2割を超えた。オフの12月29日に、背番号を大村直行が着用していた6に変更した。開幕は1軍で迎えた。開幕直後から慢性的な右肩痛があったが、4月15日には、代打から遊撃手の守備で起用され、4月16日の、 大楽天戦から3試合連続で遊撃手で先発出場したが打っては8打数無安打守っては4月16日は失点につながる早急エラー4月19日はタイムリー早急エラーと散々な結果で4月2日に二軍に降格となった5月22日に最小格し主にセカンドの守備要員として起用されたが6試合の 出場に留まり5月30日に再び二軍へ降格した。後藤高村や大引刑事らの内野陣のレギュラーが固定されたこともあり、6月以降は二軍暮らしに終わった。1月17日、高橋秀明との交換トレードで福岡ソフトバンクホークスへ移籍し、2年ぶりにホークスに復帰した。3月12日に元会社員の女性と結婚した。 開幕は1軍で迎えたが、ダイソーを2試合2得点のみで4月23日にに、軍へ降格した。本田雄一の首通により5月12日に、再昇格し、同日の対チバロッテ戦で2点ビハインド8回に、ダイソーから途中出場し、唐川祐貴、里崎智也バッテリーから赤石武氏と重藤を、成功させ、国母雄祐のタイムリーで、両者とも生還し同点とした。 10回には、死球で出塁し、マスダ・也、里崎バッテリーから2等を成功し、これが、プロイル初のマルチ投類となった。5月20日の対読売ジャイアンツ戦で2番遊撃手で、ソフトバンク復帰後初の先発出場を果たし、7回に、沢村拓一から、センター前ヒットで、先頭打者として出塁し、国母のタイムリーダーにより得点を記録した。 主にダイソーで起用されたが6月4日に2組へ降格し、7月8日に再昇格した。8月上旬に、肖像類種、松田信弘が、故障離脱してからは1類種、国母勇気の守備要員として、第3類種の赤石武氏が1類を守り、それに伴う3類の守備固めとして、シーズン終了まで20試合以上起用された。 クライマックスシリーズファーストステージでは10月15日、第3戦の9回裏に、国母に代わる一塁守備として、クライマックスシリーズ初出場を果たし、最終打者、クリス・カーターのファーストゴロをさばいた。ファイナルステージでは10月17日第一戦で8回に、代打を出された、今宮健太に代わり、遊撃手として出場したが、守備機会はなかった。10月18日、第二戦では、 ダイソーから出場したが、守備機会はなかった。開幕を一軍で迎えた。5月9日の対オリックス戦で2番遊撃手として、起用され、5回に、海田智之からショートへの内野安打で出塁し、伊藤光から投塁を成功させ、これが、ソフトバンク復帰後フルスオリックスからの初安打、初投塁となった。6月22日の対楽天戦では6回ダイソーから出場し、 7回西満塁では片山博氏から押し出し支給で出塁し9回一四一二塁の場面ではジムハウザーから2点タイム瑠瑠二塁打を放ちこれにより自己最多の1試合3打点を記録した7月17日から7月27日までは自己最長の5試合連続安打を記録した8月29日に抹消され9月26日に 最小格したが、以後の出場機会は1試合のみだった。同年は控え内野手として34試合に守備で、起用され、ブライアン・ラヘイアの代わりに一塁手を守ることが多く26試合起用された。先発出場は二塁手5試合、遊撃で1試合にとどまった。プロ入り後初めて打率3割以外で終えた。開幕を一軍で迎えたものの出場機会がなく4月4日に、二軍へ降格。 7月3日に1軍へ昇格し、7月は主に3塁の守備固めで起用された。8月2日の本田雄一の左手薬指骨折により、8月3日から10試合連続で9番に塁手として先発出場した。8月3日の対北海道日本ハムファイターズ戦では2回虫満塁の場面で大谷翔平から先制タイムリーダーを放った。 続く8月5日の対西部戦では3回に、先頭を安打を放ち1点目の走者として、生還。8回には、死球で出塁して、得点、9回には1四万塁から、ダメ押しとなるタイムリーダーを放。8月12日の対楽天戦では6回1点ビハインド、2C13 塁の場面で、唐島渡るから逆転の2点タイムリーツーベースを、放った。これが決勝打となり、 プロ11年目にして、初のお立ち台に上がった。また、秋山康二監督の故郷、熊本県藤崎大県営野球場でチームは9、連勝を達成した。8月中旬以降はやや調子を崩し、先発2類で争いは、赤嶋武に敗れて、控えとなった。10月2日の2位オリックスとの優勝をかけた、シーズン最終戦では7回に、ダイソーから出場して、 セカンドの守備に入り、グラウンドでリーグ優勝決定の瞬間を迎えた。一軍でリーグ優勝を迎えたのは、プロ11年目にして自身初である。最終的には2010年と同じ自己最多タイの12試合の、先発出場、打席数、打点も、自己最多となった。クライマックスシリーズファイナルステージと、日本シリーズは全試合ベンチ入りしたが、出場機会がなかった。 日軍公式戦10試合に出場したが、通算で5打数無安打に終わった。10月22日に、球団から戦力外通告を受けたが、NPB た球団での現役続行を希望していたことから、11月12日には12球団、合同トライアウト、阪神甲子園球場に参加。シートバッティング形式の対戦で、5人の投手を相手に、 5打数1安打1三振という結果を残した。しかし、打球団からの獲得オファーを受けるまでに至らなかったため、11月下旬に現役を引退することを決断した。12月2日付で NPB から自由契約選手として講じ、ソフトバンク球団に職員として在籍、からは球団広報としてチームに帯同する。 プロ入り前は、投手として、最速時速142キロメートルを投げ、打っては、高校通算22本塁が、50メートル走は6秒0の瞬速だった。守備では内外野をこなし終盤に守備固めとして、出場する、ユーティリティープレイヤー。外野手としては2008年に、左翼手と中堅手で一軍出場を経験した。足も速い。2004年の周期キャンプで、 秋山浩二、二軍監督二両、打ちを勧められて、左打ちに取り組み、スイッチヒッターとなった。1996年12月、小学校5年生時に野球教室参加の際、当時新日鉄機密、原新日鉄住金和様マジックの主力選手だった、松中信彦に、この子は将来プロ野球選手になれますよと、太鼓判をされた。同じく参加していた。 森新二も、金子の母へ、この子は、筋がいいと伝えた。そして、金子は、福岡大英ホークスに入団し、松中と同じユニフォームを着ることとなった。オリックス時代の2011年3月、右足親指付け根の痛みを訴え、痛風の疑いと診断されたことがある。2014年シーズンで、最も勝ち運のあった選手として記事になった。プロ入り以来、 一軍で猛打賞、本塁打、犠牲フライが一度もない2014年シーズン終了時点。ソフトバンクの二軍で調整していた現役晩年に二軍のウエスタンリーグ優勝が決まった試合の直後にチームメイトから胴上げされたほど後輩選手からの辛抱が厚い。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。